メリークリスマースなんて言ってね、今日は袋ももが耳噛んだちょっと噛んじゃいましたけども、今日はですね、このダイソーのクリスマス商品を使ってミミコさんのケージの周りをクリスマス仕様にしていこうという企画になります。あとね、ミミコさん、こうやってお家をちょっと食い破って破いてしまったんで、このお家をね新しくしていこうと思います。はい、できたこの辺はねちょっとカットして素早く出来上がるように作りましたっていう感じで、まずは背景を作っていこうと思います。これ金色のね星のねフェルトを使って、背景を作っていきます。背景はこの金色のね星のフェルトで本当に簡単に周りを作っていくような形でやっていってます。だいたい2センチ角ぐらいで切って、両サイドに、つけていくっていう形ですね。そしてこれをボンドがなかったので針でちょっと軽く縫い合わせていきます。さあ、ここからは飾りの下準備に入ります。これね、試行錯誤しながらやってるんでちょっと時間食っちゃってますけど、もしよかったらね完成まで飛んでいただいて見ていただければなと思いますけど、結構試行錯誤してます。これは最初はこの赤い玉と銀色の玉を全部一本の糸でつないでたるませて作ろうかなと思ってたんですけど、いかんせんねちょっとこれがなんかバランスがうまくいってないなと思って、まあ、やめるんですけど、今ちょっと試行錯誤してるっていうところですね。って思ったんですけど、フクロモモンガに対してこんなに試行錯誤してる人っています？こんなに試行錯誤してクリスマスの飾りを作ってその周りに飾りつけてあげるってことなかなかないですよね。まあでもすごいいいなと思いますね。彼女にとってもね、僕にとってもね、すごい楽しいですし、皆さんにこうして見ていただけるっていうのがすごくね幸せですね。さあ、倉庫行ってるうちにね、飾りを3つの玉を1つにして飾り付けをしていくっていう風に彼の中で作戦が決まったみたいですね。やっぱりね、どうしても1つの糸でつなげちゃうとたゆんじゃったりとかバランスが悪くなっちゃうんで、3つの玉でそれをバランスよくやっていくっていうのが一番いいのかなっていう感じですかね。さあさあ、下準備が、終わったみたいですね。すごい綺麗でいい感じですね。今度はね、こっちの汚い部屋を綺麗にしていきましょう。はい、まずは回し車や食器等をね全部洗って周りを綺麗にしました。そして今日のために買った給水器をつけていきます。そしてドン、こちらの、飾りをこの背景にどん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 飾りつけていこうと思います。こんな感じでねバランスよく飾りをね一個一個丁寧に飾りつけてクリスマスっぽさをね出していこうかなと思って今つけているところですね。クリスマスらしさ演出中、クリスマスらしさ演出中。めっちゃ言えてないめちゃめちゃ言えてませんが、クリスマスらしさを演出しております。さあ、いよいよ完成がこちらとなっております。正面にはキラキラ光るクリスマスの飾り物たち、そしてまるで子供たちの願いを叶えてくれそうな優しい顔のサンタクロース、綺麗に彩られた空間がクリスマスの冬の素敵な季節を感じさせてくれます。そ
そして新しいケージには新しいお家と、そして綺麗になった遊具、そして新しい給水器が取り付けられました。クリスマスのね、飾りもめちゃくちゃいい感じですね。さあ、ではミミコさんに登場していただきましょう。どうぞ。さあ、どうだ。ちょっとね、戸惑ってる感じがありますね。おそらくこの掃除したことによって多分匂いとかもちょっと変わってますから、このミミコさんにとってはあれなんだ、ちょっと新しくなってるぞっていう感覚があるのかもしれないですね。でお家も新しくしたんで匂いを嗅ぎましたね。今ねミミコさんは嗅ぎましたけど、僕は今噛みましたよね。どまいっていう感じ。さあやっていきましょう。ミミコさんまだ手から降りないですね。ブランコもね綺麗に掃除したんで今匂い嗅いでますね。さあクリスマスの飾り付けはどうだろう。このものがわかるのかな、こういうのは。ちょっと様子見ていきましょうかね。飛んだ飛んだ、飛びましたね。ミミコさん飛んでようやくお家に入っていきましたね。さあさあどうだろう、どうなることやら。木の上で、いやでもこれちょっと背景見てる、いや木の匂い嗅いでるのかな。でもなんかちょっと後ろを見てるような感じがしないか。気にしてるような感じがあるようなないような、どうだろう。あでもいろいろ匂い、あー気にしてる、ちょっと見てた今ちょっと見てますね後ろ。やっぱり色とかは分かるのかな。あめちゃめちゃ似合いますね、クリスマスのこの背景と袋もんもんがと。まあちょっとね、フィルターを入れてるんで袋もんもんがの目がねキラキラしていてちょっと綺麗なんですけど、ごめんなさいね綺麗で。あでもいいですね、合いますね、合うわ。綺麗にしてクリスマスのね飾りにしてよかったということで、あもう終わっちゃった。チャンネル登録、高評価コメント等よろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画で、またね。